日本神奈川県横浜市神奈川区大町かつての大町広重東海道53時神奈川大の慶大町は横浜市神奈川区の町名定番を持たない単独町名である住居表示未実施神奈川区南部横浜駅北方の丘の中原にあり旧東海道に沿って東西に細長い地域中央が峠状に高くなっている北側の高台は 高島台、南側の定地は、鶴屋町、西側は沢渡り、西九須の木町と、南軽井沢、東側は、近江町に接する。両邸田中家江戸時代には、南側の崖下が海で、眺めがよく、神奈川塾の西部にも当たるため茶屋が多く立ち並び、東海道でも有名な景勝地だった。東海道中膝栗毛にも登場し、歌川広重の、 東海道53時神奈川台の境の図が特に有名。明治に入ると鉄道建設をきっかけに周辺の埋め立てが進み、南側の鶴谷町も大正年間に埋め立てが完了した。横浜の開発に尽力した高島かえもは北側の太閤山に屋敷を構え、これにちなんでここは高島台と呼ばれるようになった。現在はマンションが多く、 下の鶴谷町にもビルが密集し、継承地の面影はない。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は、 以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。